最近流行ってるやつですよね、これ、はい、ドイツの方で見たことあります、この間けどね、すぐ入っちゃってますけどね、はい、これさあ、長いボールが長いボールって意味ないですけどねあそこでね、繋いで入るみたいな両チーム左が得意のようなね、情報も入っていますけれども、ね、さあ、前につけてスピードで勝負してくる裏街道のような形になった。さあ、1対1になるか、シュート打った岡原ナイスキーナイスキー、触ったでしょうか、大河原宏樹キャプテンです。ピンチをしなぎました、南葛。セットプレーが欲しい。さあ、いけ、こぼれている、後ろにシュート、ナサー、いいシュート、いいですね、左足狙いすましたような長澤のシュート。次にあの前の、はい、あの右サイドの方がいいと思ってたんですけど、 この前のプレーといい、なんかサイドバックでもね、今日このまさに良さ出てきてるんですよ。そうですね、推進力があります、はい、攻守に躍動した。そしてその村越、さあ村越勝負しろ、勝負しろ、中に長澤、外に勝負しろ、もう打っちゃえ、打っちゃえ、打ったー、おお、村越健太のシュート、悪くないよ、おお、チャンス。さあ村越、体を入れてキーパー出ている、打って、あーっと、かき出して、めっちゃ惜しい、いい判断でしたね。いやー、ナイスプレー、ナイスプレー、キーパーが出ているのを見ていました。非常に強い雨風が放送席、嘘でしょ、降り注いでいます。これはすごい。さあ、しかし放送は GM 頑張って続けていきましょう、はい、2番の柴田、そして22番宮田、このコンビから狙っていこうというところ、関口が取って、さあ逆サイド見ているぞ、森山マイボールにしたい、森山取った、さあ右サイド、村越が、村越が来ている、村越がいる、村越取れ、ファーサイド、デイビッソン、さあ押し込め、こぼれている中津ボール、シュート打っていく、転がっているが前ボール、シュート決まったー、ゴール村越、村越決めたー、村最高、素晴らしいゴールを叩き込んでくれました。前半の終了間際、勝って残留しましょう、通りで相当珍しいと思います。そうですね。さあ、ここで前半終了のホイッスル、大きな拍手が湧いています。いやー、もうね、嵐の前半でしたけども、はい、いや、まさにそうですね、8試合ぶりですか、はい、8試合ぶりの先制ゴール、村越ありがとう、やってくれました。コーナーキックから村越が見事に叩き込んで1点リード。いやー、マジで下平力抜けてるな、玉城、村越、さあ村越の得意なエリア、はい、さあ切り込んでいけ、村、もう一回、うわー、狙った、下平、何やったの、出すね、両チーム必死のプレーですが、さあ、その前にこのプレーですエリア内、こぼれ球狙っていきたい、お、チャンス、さあ、ここで回収に成功、関口です、中をちらっと見て一つ戻します、玉ちゃん、出せるよ、玉城、玉城、ナイス、低いプレー、いけるか、シュートに入っている、村越、押し込め、コーナーキック、長谷川優が入ります。前の時に、山脈は、はい、3人からって言ってたんですけど、はいはい、長谷川優とデビューは2人でも、もう山脈です、はい、そうですね、はい、いや、それでも今惜しかったですね、そうでしたね、しかし風で本当に分からないんでね、目測がキーパーも慎重を期したというような動きでしたけれども、中に入ってくる、危ない、デビッソン、ナイス、あ、もうデビッソン、素晴らしい高さ、デビッソン、ナイスエイ、いやー、でも相手もよく粘ってね、そうですね、おお、来た、よーっと回した、森山ですかね、森山ですね、森山がスピードを見せる、さあ、駆けっこになる、あの、早い場合森山だと思ってもらったらね、来た、そして長谷川一人余っているぞ、見えているか、打つか、打つか、川本、長谷川だ、かわして、長谷川優、15分アディショナルタイム入れて、そうですね、赤崎周平加入初出場になります。そして果実化も入ってきました。一番渡辺はね、この試合が、まあ、引退試合ということでね、そうですね、うん、この後セレモニーも行われると、今シーズンが終わりってことかな、ごめんなさい、おー、赤崎が奪って、さあ左サイド、ちょっと自分で行っちゃってもいいんだよ、赤崎です、さあ長谷川も走っている、川本も走っている、さあチャンスになる、打てるか、打ってここに、この長谷川優、おっと、まだあるぞ、まだあるぞ、まだある、ケロ、赤崎さん、クリアでいいんだって、クリア、足も平のクリア、終わりだって、クリアしたら、はい、終了、さあレフリー、はい、終了、
なんで終わんないのこれ。あ、チャンス。うわあ。いやいや終わりでしょ。さあレフリー、5分経ってますよ。笛を吹いて。オッケー。タイムアップ。なんか勝ちました。大きな歓声。見事勝ち。やりました。もぎ取りました。なんか強し。やりました。守り切りました。見事な守備。やりました。いやー、まさにやりました。嬉しいですね、GM。最高です。これで8以上確定です。そう、あ、8以上。残留権の8以上確定です。最終です。これは大きな大きな。やりました。やりました。皆さん、コメントもありがとうございました。